2015年1月ドラマ、木曜日夜10時、フジテレビ系列、木曜劇場、問題のあるレストラン、もう男たちの勝手にはさせない。浮気夫、男尊女卑男、セクハラ上司、不倫男、頑固な父親、今日までずっと男たちの自分勝手で横暴な言葉、行動に耐えてきた女性たち。だが彼女たちは立ち上がる決意をする。このままじゃ人生負けっぱなしだ。もうあいつらには愛想が尽きた。我慢しない、許さない。私たちは断固戦う。女なんかにはどうせ何もできないと罵る。あいつらを絶対に見返してやる。ということでね、公式サイトのイントロダクションによると、ドラマの舞台は東京浦原宿。表参道から少し入った裏通り。ポンコツ女のレッテルを貼られた女性たちが人生のどん底から這い上がるため、レストランを立ち上げ、苦難と戦い、働く喜びを感じながら、人生を変えるレシピを探していく物語。まるで気の合わない女性たちが始めたレストランは、問題のある女性ばかりが集まって作ったため、問題のあるレストランとなってしまう。けれどもそれは決してダメなレストランではない。というのも、共通の敵を持つことで、彼女たちは一致団結、死ぬ気の勝負にかけるから。脚本を手掛けるのは、2013年冬に、木曜劇場最高の離婚で、そのリアルな描写や数々の名台詞が大きな話題を集めた坂本雄二。等身大の女性を描くことに定評のある坂本雄二は、今回得意の社会派ネタを材料に、最高の離婚などで見せた親近感のある語り口で女性応援コメディを描く。そして主人公は努力と根性の女、田中玉子。真面目な働き蜂として男社会の飲食業に勤める OL だったが、シェフとして雇った恋人から裏切られ、公私混同の味噌汁女として社内の恥さらしになる。さらにひどいセクハラを受けた親友のために起こした事件で警察沙汰になってしまう。理不尽な会社を辞め、神宮前の屋上で女子だけの手作りビストロを始める。学生時代に食べた忘れられないポトフの味を再現。ポトフ一本のメニューで勝負にかける。演じるのはフジテレビの連ドラ初主演となる牧陽子。今回の起用理由に関してプロデューサーは、女性を応援するということで、まず考えたのは、女性からかっこいいとか憧れるといった支持を得る方に演じていただきたく思いました。そんな中で最高の離婚でもご一緒させていただきました牧陽子さんがぴったりかと。牧さんは何と言っても日本アカデミー賞の最優秀の主演と助演をダブル受賞されるほどの方です。最高の離婚の時よりもさらにパワーアップされた牧さんとご一緒できることが楽しみです。牧さん以外の方々も今回は坂本雄二さんと話し、この人に出演いただきたいといったキャストの方々です。キャスティングを先にさせていただき、台本、キャラクター作りはその方々に合わせる、いわゆる当て書きをさせていただきました。なのでどのキャラクターも演じていただく方にぴったりな配役になっているかと思います。ということで、気になる登場人物とキャスティング。まず、玉子の恋の相手であり、敵対する相手にもなっていく、シェフの文字誠に東出昌大。パリで修行し、国際コンクールに入賞した天才型シェフ。基本はタメ口で、誰かに合わせるのは嫌。怒られたり、泣かれたり、束縛されるのもうんざり。続いて、玉子と一緒にレストランをやっていく仲間たち。玉子の OL 時代の同僚で、頭でっかちでプライドの高い、新田由美に二階堂ふみ。東大出身の秀才だが、その実、融通の効かない勉強バカ。同じく元同僚で、恋愛依存症の川名愛理に高畑美月。ダメな男ばかり好き。そして、玉子が OL をやっていた会社の社長の娘で、料理上手な雨木千佳には松岡真由。家出中のフリーター、極度の人間嫌い。さらに、玉子の友人で、天然ボケの家出主婦、森村京子に薄田あさみ。謎の過去を持ち、言動がドライすぎる辛口女、烏森七海に言う。女装好きで心優しい、ゲイのパティシエ、押島月ハイジには安田健。一方、玉子にとって最大の敵、勤めていた会社のカリスマ社長、雨木太郎に杉本哲太。玉子の元上司、部長の土田和夫に吹越満。同じく役職なしで、窓際を辞任する石脇太一に田山良生。それから、玉子と敵対するライバル店の調理場担当見習い、星野大地には須田まさき。なるほどね。
まあ確かに若手からベテランまでしっかりと三の線もこなせるかなりの芸達者揃い。うん。ということで、とにもかくにも問題のあるレストラン、楽しみにしたいと思いますね。はい。